はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、225日目ですね。はい、今回はですね、現在2020年7月20日の朝の6時54分なんですけども、最強決定戦オールスターリーグの方ですね、それの最終結果出てますんで、それを見てもらいたいなと思います。はい、こんな感じです。10万91位ということで、10万円ですね、10万円、約ちょうど10万円ぐらいの成績やったんですけども、まあ、最後でね、5連勝してやっと10万91位ということで、まあ、なかなか厳しい現状を痛感してる感じなんですけども、まあまあこういう感じかなと思ってました。はい、選手成績ですけども、打者の方はですね、中村典選手と山田選手が3割超えてて、そうですね、全体的にはまあ打率は結構いい感じかなと思います。はい、本塁打の方も中村典選手の27本がトップで、あとまあ山田選手とか坂本選手、グラシアル選手、松田選手と20本超えてるという感じですね。はい、まあ、こういう感じですね。うん、まあ、盗塁が山田選手、柳田選手21、26と結構走ってますね。はい、まあ打者の方は結構打ってるかなという感じです。はい、まあ、投手の方ですけども、西口選手防御率 4.32、 11勝11敗でトップですね。はい、菅野選手の12勝が最高最多勝ですね。はい、まあでも全体的に、ね、やっぱり防御率高いんでね、なかなかやっぱりちょっと、特殊能力とかね、特訓とかも、まあ、打者もそうですけども上げきれてない選手も結構いますんでね、その辺ちょっと今後の強化ポイントかなと思います。はい、まあ現状を知る上ではね、まあいい機会だったんで、まだまだちょっと強化していくポイントありますんでね、頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、今回、79勝60敗、防御率 5.12、 本塁打が159で、打率が2割8分1厘ということで、まあこれが、現状のね、このアカウントのチーム状況なんでね、まあ、これからもっともっと強化していって、もうちょっと上狙えるように、頑張っていきたいなと思ってます。はい、まあ、今回一応前回のオールスターリーグがね、317,588 位だったんで、まあ、20万位ぐらい上がってるんでね、まあ良かったかなと思ってます。はい、最強決定戦こんな感じですね。あとエージェントエースですね、エージェントエースがあと1日と6時間ですけども、こういう感じです。はい、合計ボタンポイントはまあ終わってるんですけども、累計チケット獲得枚数これが686ということで、まあもうちょっとでエスラン契約書、まあ、15エナジーの方もまあいけるかなと思います。はい、まあ、ここまで使ったエナジーが10エナジー使いましたんでね、まあ、最後の15エナジーもきっちり取って、終わろうかなと思ってます。まあ、エスラン契約書、多分次回開封できると思いますんでね、楽しみにしてます。また強化したいなと思います。はい、これでね、強化できればいいなと思います。こういう感じですね。今回はですね、契約書の方も開封します。S ラン確率 30% 契約書が1枚ありますんで、それとこれですね、 S ラン確率 30% 契約書1枚と A ランクチーム契約書1枚で、 A ランク契約書が2枚ありますんで、この合計4枚開封したいなと思います。それでは A ランク契約書2枚、これいっぺんにいきます。このアカウント、まあ12球団編ということで12球団で選手集めてて、ソフトバンク女性コン出るんですけども、限界突破できる A ランク選手来てほしいなと思います。お願いします。来い、サヨナラチャンス。さあ誰来る。浜口選手、浜口選手は S ランク持ってないですね。はい、さあちょっと限界突破できる選手お願いします。松田選手、ソフトバンク、まあ一応純正ね、ソフトバンク組んでいってるんで、まあソフトバンクの選手だったらいいかなと思います。はい、Sなんかは持ってません。まあまあまあでもいいかなと思います。それでは A ランク自チーム契約書いくんですけども、巨人でいこうかなと思います。一応欲しい選手の確認なんですけども、まあ、ここのところね、 A ランク自チーム契約書とか A ランク自チームミキサーとかね、ずっと巨人でやってるんですけども、この菅野選手と
坂本選手、この2名のどちらかが欲しいなとずっとやってるんですけども、なかなか来てくれませんのでね、まあ、今回こそはと思ってます。はい、あと田口選手、岡本選手、デラロサ選手、ね、中川選手で、メルセデス選手、このあたりが S ランク持ってますんでね、このあたりも来てほしいかなと思ってます。まあ、一番来てほしいのが菅野選手と坂本選手です。はい、それでは A ランク自チーム契約書いきます。ここだ、あ、ここです。はい、これです。菅野選手、坂本選手、お願いします。そろそろ来い。さあどうでしょう。おお、沢村選手か。沢村選手、これで A ランク3枚目かもしれないですね。はい、なかなか菅野選手、坂本選手は来てくれへんな。まあまあ、はい、わかりました。それでは S ランク確率 30% 契約ですね。あ、これですね。はい、秘書レベル15達成の報酬ですね。はい、まあ、有能な S ランク選手来てくれれば嬉しいなと思いますけども、とりあえず S ランク来てほしいです。いきます。 S ランク確率 30% 契約書お願いします。 S ランク来い。んー、渋いな。赤渋い、割れろ。あー、くそー、割れへん。おお、岡本選手来た。よし、これは嬉しい。はい、岡本選手、一応2019のシリーズ2の岡本選手持ってますんで、 S ランク、いや、これは良かったですね。はい、S ランクじゃないけど限界突破できる選手なので非常に嬉しいです。良かったです。はい、今回はこんな感じですね。まあ、最強決定戦の方もね、ちょっと順位的には10万91位やったかな、10万円ぐらいなんでね、まだまだ底辺なんでね、これからコツコツ頑張っていって、まあ、無課金なんでね、コツコツ頑張っていって、ちょっとでも順位次あるときにね、上がるようにやっていきたいなと思ってます。はい、エージェントエースの方ももうだいぶ終盤なんでね、次回おそらく S ランク役所開封動画出せると思いますんでね、またその時見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード12球団編でした。